夕焼けに溶けていくの原案を考え始めたのは、全国的に新型コロナ感染症が広まり始めた2020年の初頭、人間たちがおろおろ動揺している中、外の世界は新芽がうるうると立ち上がる美しい春でした。心をどこに持っていけばいいのかわからない、そんな時期に幼なじみの友人が脳の病気にかかりました。コロナ禍で病室にはなかなか入れず、パソコンの画面越しに声をかける日々、最後まで諦めず前を向き懸命に頑張ったのですが、友人は亡くなってしまいました。友人を見舞う中で何度か自分たちの絵本を送ろうとしたのですが、これまで書いていた中にはその状況にそぐう絵本が見当たらず、結局最後まで送ることができませんでした。悲しみと不安の中にいる人にそっと寄り添い、励まし、慰めてくれるような絵本を作りたいとその時切に思いました。このような時期、経験から書きたいテーマが膨れ上がり、頭から筆を握る手に伝わって形となった絵本が夕焼けに溶けていくです。私たちは絵本というものに2度出会いました。1度目は幼い頃、母に読んでもらった記憶で蘇ります。一切を忘れ、物語の中にただただ没入した幸福な時間でした。2度目は成人となり、作り手として絵本を手にした時です。絵本を作るという視点に立つと、これまで読んできた絵本や児童文学が私たち読者へ何を与えてくれているのか強烈に分かった気がしました。